ペギー・グッゲンハイムコレクションは、イタリア、ベネツィアのカナルグランデゾイに位置する、ソロモン・アール・グッゲンハイム財団の美術館の一つ。主に、工業を営んでいた、ソロモン・アール・グッゲンハイムの名で、マックス・エルンストの3人目の妻、ペギー・グッゲンハイムが収集した、キュビスム・シュル・レアリスム、未来派などの20世紀前半美術のコレクションから、構成される。 建物は18世紀に建設された邸宅で、1949年に、ペギー・グッゲンハイムが購入しその後30年ほど、彼女の住まいであった。1951年からは、邸宅の庭園部分が4月から10月の間のみ、一般公開されるようになる。ペギー・グッゲンハイムの死後、1980年からは、美術館として公開されている。コレクションは、 ピカソ、ジョルジュ・ブラック、パウル・クレン、ワシー・リー、カン・ディンスキー、サルバドール・ダリ、ルネ・マグリット、ジョアン・ミロ、マルク・シャガール、ピエト・モンドリアン、マルセル・デューシャン、コンスタンティン・ブランクーシ、ジャクソン・ポロック、マリノ・マリーニなどの作品を所蔵。ありがとうございます。